第二十五回倉敷市議会議長杯優勝戦一号艇の石川真二選手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。準優勝戦は一コースからコンマゼロ六のスタート大接戦でしたが、一週二マーク差し返しての一着で優勝戦乗ってこられました。足の方の仕上がりなんですがいかがでしたか。そうですね。まあ行き足はまあそこそこ来たかなと思うんですけど、はい、まだまだでも納得はしないですね。 今回は使用4節目ということなんですがまずプロペラの方をなさってそして三目には整備もなさっていましたそうですね。まあ、ただちょっと整備の、ね、もうまだあの制限があるのでね、はい、ちょっとやりたいところができないんですけど、はい、って感じですかね。できる範囲内の中で今調整されていますがではまだもう少し求めたい部分があるそうですね。またちょっと明日。あの 整備しようかなと思ってます、はい。一番自分の納得のいく足で勝負と。はい、はい。枠は一枠ということになりましたから、もう当然こう作戦名は一つということになりますけれども。うん、ただね、ちょっと準優が、うん。大失敗したんでね、一コーナーのターンが。はい、ちょっとその辺を、あの、修正していこうかなと思ってます。はい、小島はこれで三連続優勝ということになりました。こと、小島では三回の優勝がありますけれども。 全県日には今度こそ優勝を狙うとおっしゃってました。そうですね。優勝してもね優勝してなければなんかあんまり意味がないんで、はい、ちょっと今回こそはという気もしてきました。はい。わ、はい、かりました。今期はこれが五回目の優質、今年は初優質ということになります。今年初優勝が係立戦です。番の方に一言お願いします。はい。あのー、本当にいろんな人にあの応援してもらいながらあのー。 来る前もずっと応援してもらってきたんですけどあの本当結果が出てないんで、えー、皆さんの,あの応援の気持ちに応えれるように、えー、感謝の気持ちを込めて今回こそは優勝して帰ります頑張ります。